あ、今東京で、東京で。ホソン、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ちょっとね、昨日ちょっと残念な結果になっちゃったけど、はいはい、ちょっとバタバタしてて昨日取れんかったけど、まあ、今1日経って今の心境どんな感じですか？心境はまあ言い訳せんと負けは負けです。負けたんで、なんて言ったらいいんやろ。まあほんまに舐めてたわけじゃないけど、やっぱ1分ってルールの中で、まあ、持ち味も何も活かせんまま終わって、うん、まああのルールで、まあ、テル君が強かったです。さあな、テル君強かったね、うん、まあ、全てにおいてトータルして、ちょっとこれからっていう時にね、まあ、これからっていうか、まあ1分しかなかったけど、うん、ちょっと足の動きが悪そうやったから途中から、ちょっとなんかロー効いてんのかなと、なんかもみ合った時に足もつれて、そっからもう多分なんやろ、ラスト20秒ぐらいの時に、ね、力が入れんなって足に、ラスト20秒ぐらいの時にもつれて、うん、こけた時に変な角度でこけてしまって、うん、あれで多分、あれでもなんか足全く力ない。まあそれもそれでね、偶然かもしれんけど、うん、全てにおいて実力やし、まあそこに至るまでもやっぱちょっと組み立て的にも、うん、なんかテル君の方がやっぱこう勢いあって、勢いあったな、やっぱ1分で、うん、どうでしたか1分間。1分間、あっという間だった。そうですよね。今まで3分、10ラウンドとか12ラウンドとかやってきてたわけやから。うん。うん、まあ、確かに、ほとんど持つ、なんて言うんですかね、いい持ち味は出せんままっていうか、出せずに終わっちゃったんで、まあ、正直僕もめっちゃ悔しいんですけど、うん。まあ、ね、これね、ボクシングファンの人とか。いや、申し訳ないですね。うん、申し訳ない。ボクシングのファンの人に一言言いたいんですけど、まあ、僕は、まあ、ほんまに引退して5年経つし、で今バーを経営しながらジムやりながら、まあほんまに、ね、まあ、何時代ですかね、現役じゃないんで、現役のボクサーはやっぱ最強だと思います。感覚もあるし、うん、やっぱ感覚も5年経ったら鈍ってるし、うん、だからホストンが負けたからといってボクサーが弱いっていうわけでは絶対ないんで、違うよね、うん、俺は多分ほんま今4回戦レベルにもどうなるか分かれへんぐらいの、言うたらもう怪我も多いし体中の、うん、怪我でやめてるんでボクシング、だからほんまに現役のボクサーは俺は一番強いと思ってます、うん、僕もね、オーディションで KO 負けしてるし、やっぱりこうやってボクシングとやっぱり今回のキックルール、まあ、喧嘩ルール、うん、まあ、やっぱほんまに違うなって改めて痛感したし、うんうん、やっぱね、出るからには仕上げてこいって、うん、ほんまにごもっともやと思うし、うんうん、まあ、それでもやっぱ何かにね、こう挑戦するっていうことはやっぱ失敗もほんまにつきもんやと思うんで、まあ、出て後悔はないです、うん、まあ、だからそこに対して俺はなんかこう、あんまりあんまり心ないようなことは言ってほしくないです。うん、どうした？いや、悔しい、うん、
僕に出たらよ。いや、まあ結果は負けちゃって、みんな残念やったと思うんですけど、まあ、それでも、まあ、まあ僕は、うん、ほんまにすごいと思うし、こう称えてほしいですね。まあ、いやいや、そんな、何したいかな。やっぱ何かに挑戦するっていうことは、ほんまに、うん。やっぱり甘くないよね。うん、ほんまに。甘くはない。ルール。そのルールに適した練習せなあかんし。うん。うん、まあ、今全然プロフェッショナルちゃうわって思ったんです、自分で。確かにね。結果は全てなんでね。うん、無理、結果は全てなんで。まあでも、やってよかったと思う。うん。やってへん後悔より、やった後悔の方が、やってへん。やらんくて後悔する。やらんくて後悔するより、やって後悔。後悔しちゃうかな。え、どういうことや。あるやん。あるよ。やらん後悔より、やった後悔。何だろう。やった。やらんかって後悔するより、俺はやってよかったと思ってます。まあ、いろんな経験できたし、これで。あと、僕は、やっぱり、もうプレイヤーとしては、やっぱもう、あれやな、なんか、もうやっぱり引退するべきやって、もう一回引退して5年経っとって、やっぱり引退するべきだって思ったし、まあまあ更新指導とかに回った方がいいなって、うん、思いました。まあ結果はまあまあ残念な結果に僕は終わったんですけど、まあ、僕はたかまあ高弘にまだまだまだバリバリ怪我もなく動けるんで。高いのにやっぱこれからまたどんどん行ってほしいし、俺ま昔から言ってるんですよ。 YouTube しだした頃から高いのまだまだ動けるやん、高いのまだまだいけるでって、だから高いのを応援する側に回って、まあ一緒に YouTube はしていきますよ、していきますけど、俺はプレイヤーとしてはもう終わりで、うーん、高いのをちょっと応援する側で行くんで。プレッシャーでかいな。いいよいいよ。今後もよろしくお願いします。僕はもうまあ退こうと思ってます。ボクシング長いからほんまに怪我まみれなんですよ。それまだこんなん出たらあかんですね。だからこれからも、ね、よろしくお願いします。See you.